昔昔あるところに12人の美しい王女と王様が住んでいました。この12人の王女たちは大きな美しい部屋に一緒に暮らしていました。王様は娘たちを大切に思っていたので、夜に外へ出ることを許しませんでした。しかし朝になるといつも何かおかしなことに気づきます。王女たちの靴がたったの一晩でボロボロに履き潰されているのです。王様は毎日新しい靴を買い与えます。しかし次の日になるとまた同じように擦り切れてしまっています。誰一人としてその靴の謎を解ける者はいませんでした。一体どうしてなんだ。たった一晩でなぜ靴が擦り切れる。私にもわかりません。そして王様は言います。この靴の謎を解いた者は王女の一人と結婚し、わしの後継ぎとなるのだ。そしていずれはこの国の王になることを許そうではないか。しかしもし3日でこの謎が解けないならば、一生牢屋に閉じ込めてしまうのだ。王国の若者だけでなく他の国の王子も謎を解こうとお城へやってきます。3日未晩12人の王女の部屋の前に立ち謎を解こうとしますが、誰一人として解くことはできませんでした。そしてやはりその日も靴は擦り切れていました。その頃ある優しい青年がその謎を解こうとお城へ向かって出発します。その途中痩せっぽっちで貧しいいでたちのおばあさんに出会います。兄さんや、お腹を空かせたこのばあさんにパンのかけらでもいただけませぬか。若者は持っていたすべての食べ物をおばあさんに差し出します。道中食べ物を分けてくれたのはこの若者だけだったので、とても喜びました。若者のその優しさに感動したおばあさんは、そのお返しにと魔法のマントを取り出します。このマントを身につければ姿を消すことができるのじゃ。十二時の鐘が聞こえたらこのマントを使って王女たちの部屋へ入るといい。そうすれば謎を解けるじゃろう。だが王女が何を持ってきても口にするではないぞ。困った王女たちじゃよ。魔法のマントを受け取り再び城へと向かいます。お城に着くと謎を解くためにやってきたことを告げ中へと入ります。1日目、若者が部屋の前に立って見張っていると、一番上の王女がレモネードを持ってやってきました。喉が渇いているでしょう。あなたのためにレモネードを作ったの。どうぞ召し上がって。おばあさんの忠告をすっかり忘れ飲み干します。するとなぜだか突然眠たくなってしまいました。部屋へ戻ると一晩中いびきをかいて眠ってしまったのです。朝になると慌てて飛び起きます。魔法のマントを使って部屋に入ろうと思っていたのに。2日目、この日も王女たちの部屋の前で見張りをします。今度は違う王女がコップを手にして部屋から出てきました。一晩中見張りをしていた若者はとても喉が渇いていたので、何も考えずにそれを飲み干してしまいます。そうしてもちろん再び眠りに落ちてしまいます。朝になり目を覚ますとおばあさんの忠告を思い出します。王女が何を持ってきても口にするではないぞ。きっと眠り薬が入っていたんだ。するとそこに王様がやってきます。2日だったか。
まだ娘の靴の謎は解けていないではないか。あと一日で解けなければ、お前は一生牢屋で過ごすことになるんだぞ。そう言うと、王様は部屋を出て行きました。今夜謎を解かねばなりません。三日目、最後の日です。再び部屋の前で見張りをします。この日は一番末の王女が飲み物を持ってやってきました。しかしもう騙されません。ありがとうと言ってグラスを受け取ります。そして王女が部屋へ戻ると近くの植木に飲み物を捨てます。そうしてその夜は見張りを続けることができたのです。夜も更け12時になるとマントをまとい姿を消します。静かにドアを開けると信じられない光景が広がっていました。そこには新しい靴を履き、髪を整え、美しいドレスで着飾った王女たちがいました。さてあの若者は眠ったかしら。一人の王女がドアを開け部屋の外を伺います。他の王女は聞き耳を立てます。すると若者はいびきの音を真似てごまかしました。若者が眠っていると判断すると部屋にあるベッドの一つを押し手を三度叩きます。するとそこに秘密の階段が現れたのです。若者は信じられませんでした。王女たちはその階段を降りていきます。若者もそれに続きます。その秘密の階段はとても深く長く続いています。若者はその途中ついうっかり王女のドレスを踏んでしまいました。ああ、誰かがドレスを踏んだわ。何を言ってるの、そんなわけないじゃない。階段を降りるとそこには森が広がっていました。美しい銀色の木々を抜けて歩きます。若者はその枝を折ると王女たちの後を追います。しばらく歩くと川のほとりにやってきました。そこには白鳥の形をした12艘のボートに12人の王子が乗って王女たちを待っていました。そして皆ボートに乗り込みます。若者も飛び乗りました。ボートがいつもより重いわ。もう一人乗ってるみたい。変ね。もうまた何なのよ。川を渡るとそこには美しいお城が現れました。中からは音楽が聞こえてきます。窓から中を見るとたくさんの人が踊っていました。お城に入るとすぐさま王女たちは踊り始めます。まるで疲れを知らないかのようにひたすら踊り続けます。もちろん靴は擦り切れていきます。お腹が空いた若者は我慢できずにテーブルの上の美味しそうなケーキを手に取ります。一番下の王女がこれに気づきます。あー、私のケーキがまるで誰かが食べてるみたい。そんなことあるわけないじゃない。若者は気づかれないように金色のカップを取りカバンに入れます。王女たちは朝まで踊り続けました。そしてボートに乗ると川を渡ります。森を抜け長い階段を上ります。そしてついにお城へと戻ってきました。王女たちの靴は擦り切れてボロボロです。ついに王女たちの靴の謎が解けて若者は大喜びです。しばらくすると王様がやってきました。さあ時間だぞ。謎は解けたのかい。はい、国王陛下。そしてことの一部始終を話します。王様はとても信じられませんでしたが、若者が森から持ってきた銀色の木の枝とお城の金色のカップを見て真実だと確信します。そうして約束通り王女の一人との結婚を許します。
若者は一番下の王女と結婚したいと申し出ます。秘密をばらされた王女たちは心よく思っていませんでしたが、王女の一人と結婚した若者は末永く幸せに暮らしました。昔昔あるところに美しいお城がありました。その豪華なお城にはこの世で最も美しい女王が住んでいました。女王が幸せのために望むことはただ一つ、美しい赤ちゃんを授かることでした。ある寒い冬の日、女王が窓際で布を縫っていると、うっかり針で指をついてしまいます。彼女はすぐにハンカチで血を拭い、その時一つ願い事をしました。雪のように透き通る肌と宝石よりもきらめく瞳、さくらんぼのように赤い唇、そして喜びと幸福に満ちた赤ちゃんが生まれますように。そんなある日のこと、美しい心の持ち主である女王の願いが叶います。美しい女の赤ちゃんを授かり、二人は白雪姫と名付けました。あっという間に月日は過ぎますが、彼らの幸せはそう長くは続きませんでした。女王は病気になり亡くなってしまったのです。それからさらに月日が過ぎて、お城に新しい女王が白雪姫の母親としてやってきます。この新しい女王は美しかったのですが、邪悪な心を持っていました。彼女は傲慢で嫉妬深かったのです。女王は毎日魔法の鏡を見てはこんな問いかけをします。ああ鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰？最も美しいのは、そう、あなたです。その答えに女王は喜びます。彼女がお城にやってきてからというもの、お城のすべては変わり始めます。彼女の悪い行いのせいで、王国は多くのトラブルに直面していました。そしてその混乱を鎮めるために、国王はお城を離れなければなりません。邪悪な女王は喜びます。なぜなら、国王さえいなければ、彼女のやりたい放題だからです。それからさらに数年が経ち、白雪姫は美しい女の子に成長していました。そこから少し離れた川のほとりで水を飲もうとしていた王子は、水面に映る白雪姫の姿を見つけます。彼は辺りを見渡しますが、頭の上を飛ぶ小鳥以外に何も見当たりません。ある日、女王は再び鏡の前にやってきます。鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰？鏡は答えます。すいません、あなたではありません、女王陛下。最も美しいのは白雪姫です。魔法の鏡の答えを聞き、女王は激怒します。すぐに狩りの得意な家来を呼ぶと、恐ろしい命令を与えたのです。白雪姫を森へ連れて行って、その心臓を持ってきておくれ。兵士たちは白雪姫を女王のもとへと連れてきます。ようこそ白雪姫、あなたがお城で退屈しているんじゃないかと思って。そう、それで家来を連れて森の新鮮な空気を吸って気分転換してはどうかしら。彼は白雪姫を深い森の奥へと連れてきました。女王の命令には従わなければなりません。しかし、白雪姫の優しく純粋な心を目の当たりにした彼に、そんな恐ろしいことはできませんでした。そして白雪姫に、城へは二度と戻らないようにと警告し、日が暮れると彼女を森に残し、城へ戻っていきました。暗い森の中で一人恐怖に怯えます。木の根元に座り、眠りにつくまで泣き続けました。朝になると鳥のさえずりで目を覚まし、たくさんの小さな可愛い動物たちに囲まれていました。
動物たちは大好きな白雪姫のために喜んで道案内をします。白雪姫は小さく可愛い家へたどり着きます。少しためらいつつも彼女はドアを開けます。家の中のすべてのものはとても小さく、さらに部屋はとても散らかっています。誰の家かは分かりませんが、彼女には他に行くあてもありません。そこで部屋を片付けて少し休むことにしました。部屋をきれいに掃除した後、白雪姫は台所で何か食べるものを作ります。何もかもが小さいように、小さな家にちっちゃなベッド。白雪姫は今にも倒れてしまいそうなほどにとても疲れていました。ここなら安全だろうと考え、いくつかのベッドを一つにして眠ることにしました。午後になると、この家に住む7人の小人が鉱山での仕事を終えて帰ってきました。彼らは家へ入るなり驚きます。部屋はきれいに掃除され、おいしい匂いが漂っています。ドーピーはスープをすくって飲もうとしますが、ドジな彼は床にこぼしてしまいます。ドックは一体どうなっているのかと考えます。なんだか怪しい匂いがするぞ。一体誰がやったんだ。はぁ、ちょっと一眠りしたらきっと全ての答えがわかるよ。スリーピーはあくびをしながら言いました。七人の小人は静かに2階へ向かい、寝室に入った時、彼らはその光景に目を疑います。そこにはこの世で最も美しい少女が彼らの小さなベッドに寝ているではありませんか。物音を聞いた白雪姫は飛び起き、七人の小人の14個の瞳が彼女を見つめていることに気がつきます。そして少しためらいながら言いました。私の名前は白雪姫です。あなたたちを怒らせてしまったなら本当にごめんなさい。まあそれは構わないよ。それよりなぜ部屋を掃除して夕飯まで作ってくれたんだい。ドックは言いました。そして彼女に仲間を紹介します。僕たちは7人の小人で、彼はハッピー、グランピー、ドーピー、スニージー、バシフル、そして私がドック。それと、彼がスリーピーだ。七人もの楽しい友達ができて、白雪姫はとても幸せでした。彼女は怒ったことのすべてを彼らに話します。それを聞いた七人の小人たちはとても悲しみ、彼女にここに残るようにと提案します。それからというもの、白雪姫は平和で幸せな日々を過ごします。しかし、その幸せもそう長くは続きません。ある日、女王は魔法の鏡にあの同じ質問をします。ああ、鏡よ鏡。この世で一番美しいのは誰？魔法の鏡の答えは前と同じです。すいません、あなたではありません。女王陛下、最も美しいのは白雪姫です。女王は白雪姫はすでにこの世にはいないと思っていたので、まさか家来が持ってきた心臓が鹿のものだったとは思いもしませんでした。そして次は自分の手で決着をつけようと決めたのです。一方、七人の小人の家でのある朝のこと、白雪姫は仕事に出かける小人たちを見送ります。ドックはいつものように警告します。忘れちゃいけないよ。僕たちがいない間に誰かがドアをノックしても、決して開けてはダメだよ。大丈夫よ、ドック。帰りは遅くならないでね。夕飯の支度をしていると、誰かがドアをノックします。こんな時間に小人たちが帰ってくるはずはありません。どちら様ですか？ドック、あなたたちなの？ドアの外で老女が答えます。
何も悪いことはしませんから、お嬢さんどうかドアを開けてください。覗き穴から見ると外におばあさんが立っていて、安全だと考えた白雪姫はドアを開けます。ああ、なんて美しいお嬢さんなんでしょう。ちょっとここを通りかかったもんでね、もし一杯のスープでもいただければとても嬉しいのですが。白雪姫はその老女を家へ招き入れ、温かいスープを差し出します。ありがとうお嬢さん。私はお金を持っていないので、この美味しく熟した赤いリンゴを差し上げましょう。一口で天国にも昇る美味しさですよ。白雪姫は好奇心からリンゴを一口頬張ります。するとほんの一瞬で彼女は気を失って床に倒れてしまいました。老女はあの邪悪な女王に他ありませんでした。それはなんと毒リンゴだったのです。たった一口で彼女を深い眠りに落とすには十分でした。白雪姫は二度と起きることはありませんでした。小人たちが家に帰ってきた時、白雪姫は床に倒れていました。ドックは食べかけのリンゴを見つけます。この毒リンゴを食べたんだ、女王の仕業に違いない。たとえ眠っていたとしても白雪姫はとても美しく、小人たちはガラスと宝石でできた箱を丘の上に運び、そこに彼女を横たえました。ある日のこと、王子が白雪姫のいる森へやってきました。動物たちは彼を白雪姫の元へと導きます。王子は驚きます。彼女は彼が川で見たあの美しい女性だったのです。その彼女が目の前にいるなんてまるで夢のようです。蓋を開けると白雪姫にキスをします。するとその瞬間、白雪姫と王子の夢が叶います。彼らの愛は呪いを解き、白雪姫は深い眠りから目覚めたのです。ちょうど同じ頃、お城では事の一部始終を知った王様が魔法の鏡を壊し、女王をお城から遠い遠いところへと追放していました。白雪姫はついに王様のいるお城へと帰ってきました。二人は素敵な結婚式を挙げ、白雪姫、王子、王様と七人の小人たちは末永く幸せに暮らしました。